佐藤ゆかは、フィリピン出生、東京都出身の女子プロゴルファー。代々木高等学校アスリートゴルフコース卒業で、日本での所属は、クソーカントリークラブ。フィリピンで、日本人の父とフィリピン人の母の間に生まれ、6歳で、日本に移住、小学校3年から再び、フィリピンに戻った。父の影響により8歳からゴルフを始める。早くから、フィリピン国内や、 各国のジュニアやアマチュアの大会で活躍しており、2017年までに、タイアマチュアオープン3位、ワールドジュニアガールズ選手権優勝、イムグアカデミー世界、ジュニアゴルフ選手権2位、タイ、2位等の成績を残す。プロの試合にも早くから参戦しており、2015年には、日本女子、プロゴルフ協会ツアーの、サントリーレディースオープンにおいて、同ツアー初出場。 以降5年連続でアマチュアとして出場。また2017年には韓国女子プロゴルフ協会ツアーメジャー大会、韓国女子オープンにおいて同ツアー初出場している。2018年はこの年から開催された2月のアジアパシフィック女子アマチュア選手権で2位同年8月にインドネシアのジャカルタで開催されたアジア競技大会に、 フィリピン代表として出場し、団体、個人ともに金メダルを獲得した。この時、フィリピン政府から1000万ペソの報奨金が支払われることとなったが、アマチュア資格を維持するため、チームメイトとも話し合い、その全額を同国ゴルフ協会に寄付した。2019年は3月に台湾女子プロゴルフ協会と女子フィリピンゴルフツアー協会のツアー協議、 ザ・カントリー・クラブ・レディース・インビテ・シャネルにおいて、当時女子ゴルフ世界ランキング1位で、招待選手として出場したパク・ソン・ヒョンに次いで、アマチュアながら、プロツアーで2位となる。同年4月開催の第1回、オーガスタ・ナショナル女子、アマチュアゴルフ選手権に出場し、後に、プロ入り同期となる、安田・博香と共に3位退。同年7月の女子ジュニア・ PGA 選手権では、 優勝を果たす。同年11月、ジェルピーが最終プロテスト進出を果たし18位タイで合格。2020年1月1日付でジェルピーが2入会し、92期生となった。2020年8月16日、NEC 軽井沢72ゴルフトーナメントで優勝。女子ゴルフで初の21世紀生まれの優勝者となった。二千二十年八月十七日、 ニトリレディスゴルフトーナメントで優勝。2021年3月に、代々木高等学校アスリートゴルフコースを卒業。同年は、日本女子と全米女子プロゴルフツアーの試合に掛け持ち出場する形を取った。そして6月には、ルップが公式戦である全米女子オープンに出場。大会では2日目に単独首位、3日目にスコアを、落とし首位と1打差の2位に下がり、 最終日も2、3番ホールで連続ダブルボギーとなるなど、スコアを落としたものの、マイナス4で終え、同スコアで首位に並んだ畑岡ら社とのプレイオフでは、まず9番ホールと18番ホールの2ホールの、スコアトータル方式で行われ、両者ともイーブンで終了。2周目からは、サドンデス形式となり2回目の9番ホールで、畑岡が、バーディーパッドを外した後、 笹藤がバーディーパットを決めて畑岡を振り切り、ルップがツアー初優勝をメジャー大会制覇で飾った。同大会の優勝者としては、僕ひとしひと並ぶ19歳11ヶ月17日での史上最年少優勝。日本人女子ゴルファーとしては、樋口久子。渋野日な子に次ぐ史上3人目、また、 フィリピン国籍を持つ女子ゴルファーとしては、史上初のループがメジャー大会制覇となった。来歴に記載のないもので、優勝大会のみ、一部を除き、ワールドアマチュアゴルフランキングのプロフィールページに基づく2015年、2016年、2017年、2018年。ありがとうございます。